座れ、何何何座れ、何お前座れ、何カメラ回して、カメラ回しとるし。はいどうも、こんばんは、マキです。はいどうも、ゆうじです。はい、ということで、おと大陸終わりました。あ、イエーイ。あ、そうね、ありがとうございました。いやもうほんとね、めちゃくちゃおと大陸盛り上がりました。はい、1年かかって、ほんと申し訳ございません。めちゃくちゃ申し訳ございません。そうね。もうコメント欄もね、うん、めちゃくちゃ良かったのよ。今回面白かったと。いやいや、そうですよ。しかも、ユージも久々出てきたっていうので、わしは久々に。めちゃめちゃ来てたんですけど、はい、僕は一つだけ許せないコメントがあったわけですよ。許せないコメント？何？ユージのことテムって言わないでください。え？マーキュリーは痩せたけど、ユージは太ったって、あまり考えてあげてください。うちの子を。確かに太りました。確かに痩せました。俺が悪いかもしれない。俺が痩せたから友人が太ったってなっちゃったかもしれない。あんまり考えないでください。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って。そんな見えなかった。かけてた。だから、はい、痩せよう。え、今から痩せよう。え、まあ私もね、3ヶ月かけて僕20キロダイエット成功してるわけですよ。おー、しましたね。漢方で。はい。ねえ、もうめちゃくちゃ好評でね、皆さん、はい、ありがとうございますって感じなんですけど、はい、その漢方で痩せたんで、うん、あなたも飲みなさい。えぇ、うん、ということで、今から病院に行ってきます。嘘、俺？あ、あなたも多分。俺も。まあ、もう予約してるから。もう話進んでるから。はい、行くよ。ちょっと待って。早く！早く行く！皆さん、そんなにユージのことをデブって言わないでください。本人より捨てる。はい、ということで、認めまして。もう私が痩せた場所ですからね、プラスマイナス。はい、はい、こちらの方にミュージックを預けようと。預けます。預けます。預け。誹謗中傷これ以上来るのはあれなんで。やめてください、もう皆さん言うのは。痩せるから、まあ、結構むしろ応援してください。よろしくお願いします。ということで、はい、早速入っていきましょう。はい、まあ、まずはなんか治療のあれな、診断、問診前やってたから。そう書きます。日本語でこう書いてあるからいいですね。そうですね、日本語で書いてある。日本人の人が来ても大丈夫。はい、知人の紹介、まあ、そうですね、知人の紹介マーキュリーですよ。はい、マーキュリー、はい、知人の紹介マーキュリーで。皆さんもぜひ知人の紹介マーキュリーで書いてください。知人なの？知人、まあ、YouTuber って知人みたいなもんじゃない。変なメール来たりするよ。ぬいぐるみをこの間どこどこでなくしたんですけど、うん、マキリさん手伝ってもらえますかっていうメール来た。ぬいぐるみ、うん、ぬいぐるみ、うん、あ、ちょっとね、ごめんなさい、対応できないかな。さすがに、ね、うん、申し訳ないけど無視しました。そういうメールは全て無視させていただきまして。さすがにね、うちの事務所の人間も見れるメールなのでね、皆さん容易に送らないように。昔はめちゃくちゃ痩せてたのにな、ユージ。初めて出会った時の動画見てみる？こちらです。じゃあ、めっちゃおもろい。大きくなったね。プサンに行った時めちゃくちゃ痩せたのよね。いや、そうだよ。もっと痩せたから、その時より。バボイソプサンの時のユージがこちらです。いいよ、出せなくて。終わりました。はい、書き終わりました。はい、じゃあ、あとは先生に会ってデブって言ってもらうだけですね。靴下も脱ぐ。靴下も全部脱ぎますよ、もう経験者なんで。じゃ先生ですよ、僕。そう、先人。そうか、今日先生で来てる。まあ、じゃあ何先生？トレーナー。経験者先生。키에대비한몸무게지수를보면36정도니까이걸로만보면은약간고도비만고도비만 지방보면지방초과량도많잖아요그래서저한 20kg 빼도여기에요 지금여기서문제는뭐냐면요사실여기보면내장지방레벨이원래1에서부터9까지여야되는데20나왔어요珍しい。内臓脂肪レベル、内臓脂肪レベルが1から9が正しいんですよ。なんですけど、ゆうじ君は20あります。え、나이가들어갈수록그런게계속노출이되면、네、그때이제뭐라그러냐면은뭐대사증후군성인병뭐이렇게얘기하는거거든요이거는어쨌든요거9안으로들어오게하는거목표올해때문에10나왔다이따가한번볼까요대단한거대단한거
確かに、ね、比べてみれば一番最初のわしの内臓脂肪レベルっていうか、うん、チャンナイか、うん、あ、一番最初だ、うん、僕の失敗だ僕も18やりました18から僕はベスト9になってるからすごい正常になってるから그러니까정상범위안에들어왔고지금도몸매보면은잘유지하고계신것같아요그러니까좋으니까유진님도구밑으로내려가는거고아셨죠이세상키워크현이가말했어유진님사이즈를한번보면소리는미래수고수고지금복부가한요정도돼요수고오나파가113cm 너무많아요그래서복부좀빼줘야되고부자리로내리는거고아90맷90정도까지빼면제일좋고아그거를목표로보세요이만원근데사실더중요한건이두께거든요두께가지금지방두께가배가 2cm 라는얘기예요지방이그렇게겉에피하지방이있다는얘기니까난 2cm 이거를두겹으로잡으면은삼겹이지금 2cm 라는얘기니까두겹으로잡으면이제다는두개겹으로잡으면지금고런상태라고생각하시면돼요나중에이게절반을줄여서2cm 이하로내려가야돼요유지선생님의3사이즈가ですね117, 113, 114 ほぼドラえもん지금보는맞아요그런것처럼그러니까처음에몇그루님오셨을때보다훨씬상태는좋으니까제가볼때는이런상태에서는어떤거냐면살을못뺐어그럼자기가못한거예요 이네나는야세내려놨다라오마이로제가그리고음주어떻게하세요음주는좋아해서먹는다기보다일때문에일때문에뭐일주일에몇번그게한두번정도실제로일때문에만드시는거예요네 오케이저거마무리했어알겠습니다다이어트할때는알코올적으면적을수록몸에서내가열심히하는데지방이잘못타요원래근데양이적을수록좋으세요그리고일단2단계로시작을하고요네2단계시작했다가상태봐서3단계4단계뭐이렇게올리면되실것같아요네그래서식전에드신다고생각하시면네얘가식욕도억제해주는데쓰는에너지량도높여주고순환도잘되게해주고지방타는것도도와줄거예요그리고약자체가그냥약을갈아서만든게아니고약을한번끓여서탕약있잖아요맛있는탕약으로만들어서그걸냉추고해가지고그거랑다시환이랑합쳐서만든거니까잘챙겨서드시면효과가좋으실거예요많이빼려고하면일주일에한 2kg씩 목표잡았대요그러면한달에한 8kg 만약에진짜잘빠진다 2kg 조금더빠질수도있는데일부러식사를쫄쫄굶지는마시고요근데약먹으면식욕이억제가된다고식사하루에한끼만먹거나이런사람들이있는데나중에기초대사량이떨어져요그렇게되고나중에여유같은게좀키우니까만약에내가일반식사할때는반찬위주로드시고고기드실일있으면고기드시는데쌈을한두세잡아서쌈을좀많이드셔서생선드실일있으면드셔도되는데야채랑같이まあ不安だよねまあわしの3ヶ月見てますからねあの時はまあ孤独でしたからいやいやそう孤独そっか一人で俺一人でやってたからずっと俺も一人じゃんまあわしもやりますよあ一緒にやるもう夏に向けてやりますよあけどなんかちょっと一回やってるから経験者っていうところであれですけど一緒にマネージャーさんどうですかいいですかえ一緒にやれるなやりたいやりたいです痩せたい痩せたいめちゃめちゃ痩せたい一緒にやりますよいいですか会社で二人してやってるんだあ、そうそうそうやばっちょうどいいじゃないですかダイエットって仲間ですからいや仲間大事仲間が一番大事なんだ進路がピロエそう負けないよ私がやった治療をそのまま受けてもらいます動画で見てるからさそうだよはいあ、お腹もうなんか真っ白だね真っ白ああはいいやそうそんな声出さないであすいません科学的に良くないいやこの機械がね痛いからあーもうめっちゃ緊張してきたいやこれが痛いからねけど慣れる一瞬気づいたら寝てるから本当キンキンに冷やすだけだからお腹をでも痛いんでしょ座れるのが痛いお父さんと同じ体してるねお父さんの話を変えないはい冷たいです思ったより冷たい結構ね温度計苦手なんですよ
なんかそのプレイみたいなやめて、その温度計とか言うの。ちくちく怖くなってきた。本当怖くなってきた。大丈夫、怖くない。怖くない、うん、怖くないよ。だって俺5、6回ぐらい多分やったんじゃない下手したら。あ、わかんないけど。へー、嘘、3回ぐらいかも。でもすごい。はい、行きます。めっちゃされてる。めっちゃ吸ってます。すっごい吸ってる。え、はい、なんかさらにもう一個です。さらに、あ、ここです。あ、で、あ、痛い痛い。脂肪をめっちゃ冷やして燃やしやすくするんだよ、これ。あ、破壊、細かくする。そうそう、細胞を、そう、脂肪を、柔らかくするみたいな感じで、うん、あ、そうなんだ。マッケリさん、確かに治療をやった後、うん、お腹柔らかくなってきました。あ、柔らかくなる、これマジで。へぇ、あ、パンパン、パンパンないね。もう鳴らせないで、鳴らせないで。お腹に力入るとマジで痛い。あ、これすごいわ。ねねねねねねねえ、見せなくていいよ。大丈夫大丈夫、痩せるから。じゃあ痩せるとって。じゃあこのまんま3時間お願いします。3時間はい、3時間、30分、あ、3時間、はい、もうふざけんなよ。それでは、さっきまで寝て寝て食べたいの目してるな。うとうとしてる。30分終わりました。終わりました。おお、マカか。どうなってるか分かんない。おお、マカか。うわ、痛そう。なんか痛い。え、なんか俺のよりすごい色してる。あ、でもまあこんなもんだったか、俺も。ちゃんと拭いてもらって。怪我じゃん、怪我。わ、感覚ないわ。ね、その部分感覚ない。え、冷たい。なんか漢方みたいなのも入れつつ、天気あれしつつみたいな。まあ完全に前回の僕と同じ治療ですね。この時と全く一緒です。まあこの時の僕デブだねー。おー、すごい。でもゆうじくん3ヶ月後同じ発言できてますから。本当にお疲れ様です。神様じゃ、3ヶ月も、え、マジの3ヶ月だもんね。頑張ればね。頑張るよ。直接漢方みたいなやつですね。これが効きますから。痛い。わあ、めっちゃ痛い。これ痛い。これ痛かった。大丈夫、痛いけど一瞬だから。一瞬一瞬。開けちゃうな。あれだよ。ね。もう。ああ。これすごいわ。すごい体緊張しました。何だかお腹が喋ってる。手汗がすっごい。こんなに長いのが入ります。こんなに長いのが。入っていきました。痛い。卓球は全然一瞬刺さるときにブチャーって。だってこんなんが入ってるよ、体の中にこんな針入ってるよ、あなた。こんな長いの。そうよ、入れた針を抜いてみた。やめて、そういう、そういう専門家じゃない人が急に触ろうとするのよ。ほんと怖い。確かに。すっごい緊張したし。まあまあまあ大丈夫、もうこれで終わりだから逆に。そっか、うん。え、でもさ、うん、ネットで買ってる人ってこれやらずに。あ、そう、これやらずに。漢方だけ飲んでって感じ。そう、それこそね、俺の周りが結構買ってる。みんな飲んでる、これ。体調悪くなったとか、何も言われてないから、はいはいはい。続けてるって言ってるからね。はいはいはい、だから、本当に漢方に関しては心配ないし、うん、プラスアルファ、韓国に来たら、この治療もできるから。で、この治療すると、さらにやっぱ痩せやすくなる、マジで。うんうんうん、だからぜひ韓国来た際にはこの治療皆さん受けてみてください。そうそう、まあ漢方だけでも全然大丈夫ですから、うん、全然痩せると思う。言うても俺も月に1回行ったぐらいかな。だから本当に 2,3 回しかこれやってない。前回3ヶ月やったじゃん、90日間やってましたね。だからその程度でも全然大丈夫だし、まあ、正直漢方だけでも、はい、まあ、痩せたりとかはしてくると思う。全然する。うん、本当に食欲を抑えたりとかする系だから。うん、じゃあこれはやりたい人だけ1回礼に来ても良いのではって感じ。そう。
しょ。はい、ということで治療も全部終わって帰ってきました。痛かった、やっぱ。まあ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 ね、まあ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 痛かった。できなくないっすよ。まあそうね、全然できなくないけど、けど治療がメインじゃないんですよ。おー、そうっすね。ゆう先生も漢方をもらったということで。ついにもらっちゃった。まあやっぱ先輩として、おー、まあ、私もある意味先生みたいなところありますので、ちょっと使い方からちょっと教えてこい。あ、そうだね。はい、まずはゆう先生、こちらですね。はい、見える？高原丸コノンチュコニョンチュですね。はい、ゆう先生2番じゃん。2番。とりあえずユージはレベル2からなんだ。そうそうそう、レベル2からっていうことで、うん、まあ、まずこれ食前、飯を食う30分前ぐらいに飲むだけ。うんうん、もうこんな感じでね、もうこのタイプのスティックタイプっていうか、もう中はほんとね、ちょっとちっちゃい丸っこいのがいっぱい入ってる。あー、でもこれもパーって飲んで、はいはいはい、30分前、食前の食前、まあだいぶ食欲が抑えられるっていう。めっちゃ言ってたもんね。そう、めちゃくちゃ、あ、おにぎり1個で十分だわ、うん、ぐらいにまで俺は最終なった。そう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 、だからこれ飲み続けて、あ、今日大丈夫かもみたいな感じのを続けてったら、あれ今日おにぎり1個で大丈夫かもみたいな感じになるぐらいの。あ、徐々に。そうそう、徐々に徐々になってくる。最初はもうやっぱちょっと多いかもしんないけど、うん、まあそういう風にもなるっていうような漢方でございます。はい、で、こちら、これはビタミン D のブースター。これを飲むといいよって言ってました。なんかブーストされるのね。ブーストされる。まあ要はダイエットにマジでビタミン D は必要なんだって。はいはいはい。そう。だからビタミン D をしっかりと入れるっていうブースターです。で、プラスアルファおすすめなのは、うん、ビタミン C も取った方がいい。でもビタミン C は別で、なんかオリーブヤングとかに売ってるし、ドラッグストアでも皆さん売ってると思いますので、ビタミン C を取るのもおすすめです。はー、はい、これも入ってると。はい、でプラスこれですね、この赤いやつ。やっぱね、こういうの飲むとなかなかうんちくんが出ない。あ、そう、うんちくんが出なくなっちゃったりとか便秘になりやすいから、これを飲むと。マジでこれ昼飲むじゃん、うん、夕方ぐらいにはもうお腹キルキルキルですよ。マジ？え、マジで。そう、そのレベル。そんな効くの？そう。だからこれを飲んだりとかして、お通じ良くしましょうってやつですね。はい、お通じで悩んだりとかしたら、これを必ず飲んでやってくださいっていう感じでございます。それ優しいわ。これ優しいですね。これまでついてくるよ。そうで、プラスアルファちょっと僕は前回やった時にはなかったんだけど、こういうのが新しく出たらしいですね。基礎代謝を上げる。ああ、言ってたやつが先生が。そう、これが先生がね、さっき言ってたやつで、新しいこれ基礎代謝を上げるやつなんで、やっぱまあ普通にダイエットに関しては基礎代謝を上げることにはすごくいいですから。いやー、これいいっすね。はい。なんでこれをもう全部セットで、はい。マジか。皆さん飲んでみてください。で、これ全て日本で買えます。日本で買う？日本で買えます。俺今日行ったのに。今日行ったよ。今日わざわざこれもらい行ったけど、日本の皆さん届きます。え、じゃあどうやって俺問診したじゃないですか。問診いろいろやったじゃないですか。 LINE でできます。素晴らしい。素晴らしいでございます。ちゃんと先生に LINE で質問して、もうこ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 うですって、で、はい、先生とちゃんとやり取りして、あなたはレベル何がいいと思いますっていうのを話しした上で、そのレベル何の漢方とかが届くよっていうような、そういうことね、サービスもありますので、だから日本の人もいっぱい買えますし、僕が前回やった時もめちゃくちゃ売れました。おお、なるほど。しかも知り合いのモデル、はい、モデル、知り合いの社長さん、すごい、結構買ってた。もうほんとね、3ヶ月分とか半年分契約してる人もいました。知り合いの社長さんとか。マジ？そうなんや。やっぱ社長さんとかって飲みの席多いじゃん。そうだね。そうそうそう。やっぱ俺も飲み行くじゃん。ってなったら、はいはいはい、マジ痩せたね。なんで痩せたの？いや、漢方で。つって。目の前でも、買ってたから。もう、あれしてって買ってましたから。そうやん。いや、本当にそうですよ。すごい、ね。実際もね、私が20キロ痩せましたの、前回。で、プラスアルファ、今回、ユージもやっていくっていうことで。そして、うちのメジャーさん。そうだね。はい。一緒にやるんですもんね。はい。頑張りましょうね。頑張りましょう。ライバル、ライバル。絶対負けね。多分、どうしても俺が絶対。待って、幅がね。ということで、はい、まあ、皆さん、ぜひとも LINE の方でできますので、下の方に LINE アット
ありますよね。あります。概要欄の方にありますので、ぜひともそちらの方で質問してください。で、しかもですね、まあ、前回もマーキュリー2023という形でクーポンコード出させてもらったんですけど、今年も2024マーキュリークーポン出ます。マジかよ。ここにクーポンコード出てますから、はいはいはい、はい、ぜひともこのクーポンコードを使って10%オフですよね。はい、10%オフです。10%オフ、ぜひとも皆さん使って、絶対使えな、安い時に買えなって感じなんで、よろしくお願いします。、はい、プラスアルファ私病院の方にお願いしまして、はいはい、まあ、せっかくだったらプレゼントしたいじゃん。あー、おお、視聴者プレゼントしたいじゃん。はいはいはい。なんで今回視聴者プレゼントあります。どんなどんな。まあ、今回はですね、はい、一応応募フォームを下の概要欄の方に貼ってるんで、その応募フォームに応募してもらう、はい、プラスうちのこの動画のコメント欄、はいはい、このコメントの方に、ゆうじ頑張れでコメントを書いてください。もうその時点で応募完了でございます。そしたら抽選10名様にこちら漢方1ヶ月分お試しセットをプレゼントします。コメント欄、ゆうじ頑張れ、ゆうじ頑張れ、そうそうそう、コメント欄、ゆうじ頑張れ、ゆうじ頑張れが増えるっていう。頑張ります。そうなんで、皆さんね、ぜひともやってみてください、はい、応募の方もね、簡単ですので、概要欄の方からフォームを記入、そしてこの動画のコメント欄にゆうじ頑張れを書くっていうことでございます。まあ、ゆうじ頑張れ以外にもたくさんね、コメントください。そうですね、それに下に入れてもらってもいいですしね。よろしくお願いします、はい、しゃー、いやー頑張れるね、これでキャンペーンですね。ね、あとはい、私も一緒に頑張ろうってなったじゃないですか。はい、私もちょっとメンバー募集しちゃって。お、メンバー仲間、やっぱりみんなと一緒にやりたいじゃないですか。ああ、確かにね、確かに仲間多い方がいいですからね。なんで、はい、マーキュリーのダイエットキャンプと称して、はい、悩めるお年頃の女子たちが、お、女子 SNS を随時更新していくので、ハッシュタグマーキュリーのダイエットキャンプ、これでどんどんツイッターつぶやいていくんで、はい、おお、ああリアルタイムで見れるってことだ。そうです、そうです。こんなのやるんですか。絶対勝つ。まあ実際問題これ全部ガチンコっすからね。まあまあ、僕も前回3ヶ月ガチンコでやって20キロ落としてるんで、はいはいはい、まあお二人プラス3人プラス一般の女性の方ってことですか。4人ですね。プラス4人だ。本当に事務職だったりとか在宅ワークだったりとか、それぞれこうちょっと立場だったりとかも違う。はいはいはい、わかりやすいですね。はい、みんな、私も実際そのデスクワークなんで。まあ確かに2人とも会社員だからね。全然そうですね、僕も痩せないんですよね。いやー、そうデスクワークはだから、マーキュリーは特にインフルエンサーとしてのこのインフルエンサーの生活の中でやってたとしたら、確かに確かに分かりやすいじゃん、それめっちゃいいじゃん。みんないっぱい確認してください。はい、ということで皆さん、はい、ハッシュタグマーキュリーのダイエットキャンプっていうふうに、ぜひとも X、Twitter の方で調べていただければ出てくると思います。うわ、なんで皆さんぜひとも応援してみてください。Yeah. でもこれじゃあマーキュリーのダイエットキャンプっていうぐらいですから、第2弾とかある可能性も。はい、私たちが第1期生です。第1期生一期生、一期生、絶対に痩せなきゃいけない第一期生。これが成功することによって、もしかしたら確かに、まあ、エピソードゼロあったからエピソードゼロはもう成功してるし、モモリンにもすごい言われてるもんね。あ、そうだよね。第一期生頑張ってください。うわ、これで結果が出れば第二期生が出てくると。で、第二期生とか視聴者になる可能性とかも。いいですね。ああ、いいじゃん。なんか面白い。みんなですよ。みんな。みんなですよ。このチャンネルどうなっていくの。いや、ほんとだよ。ダイエットもちゃんとやるチャンネルよ。いや、すごいね。そうよ。ビューティー系になっていくんだ。え、そうだよ。不健康良くないから。綺麗になっていくわけだ。そうだよ。綺麗に綺麗になっていくんだよ。細くなってかっこよく、かわいくなっていくんだ。よろしくお願いしますよ。はい。ということで、まあ、漢方とかね。ぜひとも皆さん、ちゃんとこれ、先生に相談して、はい、合わなかったら合わなかったで、もう仕方ないですから、うん、もうちゃんと、もう、ね、もう合わない中で服用とかしちゃダメよ。ちゃんとそこは用量、用法、守って、お使いしましょう。はい、まあ、私はすごく合ってたと。じゃあ、それが、果たして皆さんに合うのかどうかっていうところもありますので、そこら辺も含めて皆さん、検証してみてください。はい。よろしくお願いします。です。ということで、はい、とりあえずは1日目の様子とか見てお別れしますか。せっかくならね、1日目のゆうじくんがこんな感じ。
はい、ということで、はい、昨日病院行っていろいろお薬もらったんでね、今日はあのマーキュリーのダイエット動画見た方は多分知ってる方もいらっしゃると思いますけれども、2日間まず最初にファスティングしてたんですよ、断食か。なので僕も先に断食の方から。いや、できたり、おはようございます。ちょっと断食やめよう、デトックスっていう、なんか断食ってさ、めっちゃ無理なダイエットことなの。はい、はい、ということでマーキュリーも初日2日間デトックスしてたんで、僕もまずそこからやっていきたいと思います。こちら、これとこれどうやって持ってる、あとビタミン D ブースター、あー、ビタミン D ブースターもそういえばいただいたんで、これでやっていきましょう。で、なんかこれがマキニが飲んでんの見ててすごいまずいみたいな、結構漢方みたいな味だっていうんで、マーキリーはこれ飲んでからこちらを水に溶かして飲んだ方がいい、まあそれがおすすめみたいな。あともう一つこれ、配毒若い、だからこの2つは朝昼夜飲むと、でもう一つこれが朝と夕方、まあ、夜に飲むということで、昨日はもうさすがにもうラストみたいな感じで食べたいもの食べました。普通にハンバーガーを食べました。何個？ハンバーガー2個食べました。え、なんかマーキュリーめっちゃまずいってたけど、私もこの味無理。あ、そう、俺全然大丈夫ですか？全然いけるわ。なんかこれは美味しいみたいな言ってた。200から250ミリの水か牛乳にこの一袋を入れて混ぜて飲んでくださいと。色はきな粉みたい。いただきます。うまっ、せんべいのご飯代の粒みたいなのがあります。デトックスは週末2日間ちょっとこうむくみとか取りたいなとか、体すっきりさせたいなって方におすすめ。はあ、なるほど。なのでなんかデトックスもやりたい方は公式 LINE で相談してみてください。でも絶対始めるとき一番最初にやっといた方がいいですよね。やっぱりさ、食べないでいるとこうどんどん胃が実際ちっちゃくなってるわけじゃないけど食欲が抑えられるみたいな、2日間ぐらいやったらやると。その後もなく、そうですね、これを1日3回飲みます。でもこれで俺デトックスできるんだったらめっちゃいいな、絶対おすすめだわ。だってデトックスってどうやってやったらいいかわかんないからさ、これだったら無理なくできそう。それではこれからダイエット頑張っていきたいと思います。はい。